メルセデスの F1 ドライバー、ルイス・ハミルトンは、ベルギー GP で、マシンのバウンシングに悩まされていたと述べた。メルセデスは、昨シーズン、同じ問題に取り組んでいたが、今年は、問題はそれほど深刻ではなかった。しかし、バウンシングの問題が週末に再発し、ハミルトンは、厳しいレースとなったと認めた。リアエンドは、僕たちの最大の問題で、今週末は、大きなバウンシングがあった。 昨年のようなバウシングが戻ってしまった。ハミルトンはチームが問題の原因を把握していないとし解決策を考えるためにデータを分析する必要があると述べた。第13戦ベルギー GP ハミルトン、メルセデスは3番手のグリッドから4位になっています。4位ですから悪いということもありませんが良いということもありません。狙いは表彰台でしょうから。ハミルトンは3位のルクレール。 フェラーリから17秒遅れとなっていますそのハミルトンが、マシンはバウンシングに悩まされていたと語っています。ポーパシングやバウンシングの言葉は、最近聞きませんが、今回関連すると思われる話で、ベルギー GP 予選で、ジョージ・ラッセルとルイス・ハミルトンが使用したリアウィングの違いについて調査することを明らかにした。ラッセルは、ハイダウンフォース仕様のウィングを選択したが、ハミルトンは、ローダウンフォース仕様のウィングを選択した。 この話の結末がどうなったのかは知りませんが、コンキリアエンドに問題を抱えているメルセデス。注目記事でした。